なんだそれ。ちょっと似てますね。畑ここの部分だけど似てます。今日はですね、ちょっととある診断をやろうかなという、っていうのもコメントでね、すごい来てるんですよ。これやってくれ、これやってくれっていう MBTI 診断っていう、はいはいはい、性格診断、まあ結構聞いたことありますよね。それをね、やってくれっていうコメントが結構あったんで、まあ中にはね、やったことあるよっていう人いるかもしれないんですけど、今日みんなで一斉にやって、ちょっとどんな性格だったっていうのをちょっと話し合おうかなっていう。だけの企画でやったんだっけ俺ら昔やったの、ね、その時とはさ、ほらやっぱもう時が経って多少中身変わってる可能性もあります。確かに確かに。やったことないんだよね、こういうの。スマホないんだよな。あれどこ行ったっけ。これえ、これ何そんな有名なんですか。僕知らなかったんですけど。ちょっと前にバカ流行ったっすね。16パーソナリティみたいな。そうそうそう、これこれ何がおもろいん。いやそう、うん、まあね、そうなんだよ。もうやれって言われて言ってるからやってるだけだからね。おおすごいすごい。なんか違うのやってない君。これじゃないやってる。バレちゃう、早かったな。ゆるっと MDTI ゆるっとしてますね。でもやっていいですかこれ。じゃあ行きます。スマイルよーい。リリー試験的なね。喋りながらやっていいですよこれ。この、はいはいはい、これこれかみたいな。あーそうね。またぞいきなり一番右っすよ。やば、定期的に新しい友達を作る。いやこれ定期むずいっすよね。定期的にできなくね。この真ん中あんま良くないんでしょうねきっと。良くないというか決めづらそうね。様々ね、次みんな同じだよね。まあ、同じです。これ理解できない。ちょっと待って、なんだっけ。さまざまな面白そうなさまざまな面白そうな言葉についてだから趣味に没頭するかみたいな。そうそうそう、めちゃくちゃする。なんか本当自分と向き合うね、この質問。自己分析っすね。うわ、こっちか答えらんねこれ。マジでこれわかんない。クリエイティブな作品でいろいろな解釈や分析の仕方についての議論に興味がない。それマジで俺分かんなかったです。興味がないに同意するをすると、ね、そうだね。これね、反対のやつちょっとあるんだよ、ね、それ反対ですよね。自分の心よりは自分の頭に従うことが多いって、やばい。どういうこと、どういうこと、どういうこと。心で動くよりか頭で動くみたいな感じ。考えるか直感かみたいな感じですか。考えると頭ですよね。考えるの頭、心が直感な気がしますね。頭に従うことが多いから。はい、違います。想像してる。想像してる。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。議論の余地なしみたいなの方が好きなのか、完全に倒してハッピーエンドなのか、倒さずにちょっと終わっちゃったみたいな。死後について以前からずっと興味があるってどういうこと。何言ってんの。あ、でもそういう人いますよね。興味ないことはないな。本当に死んだ後めっちゃ楽しかったらどうする。興味ある。でもやっぱ興味ないでしょ。興味ないっす。仕事とか関係ないから。でもやっぱな、花畑が広がってるかもしれない。仕事のスタイル、きちんと調律に努力するのではなく、自然発生するエネルギー爆発の連続。何言ってんのこいつ。はい。え、早くない。理解できないんだよ、質問がバカすぎて。いやマジで、でも結構わけわかんないこと言ってる。はい、お待たせしました。はい、はい、来たか。じゃあ皆さん、これ結果をすれば、でその性格が16個の中からどれかが来るってことだよね。うん、はい。じゃあ行きますか。結果、押します。せーの、じゃん。うかっこいい。え、かっこよ。でも絶対違う。すごい、なんかまたぞと一緒なんだよ。俺なんか変わったんだけど。俺も変わった。一緒だ。そうだ。え、理論学者だ。論理学者です。僕はね、論理学者です。 INTPA、 はあ、内向型、エネルギー内向型ってやつだ。あ、意識直感型 63% って書いてある。直感で動くみたいなね。直感か観察か。まあ確かに観察っぽいよね君。探索型 66% で結構寄ってるんですけど、アドリブで何かをしたり、さまざまな機会に対応したりするのが得意ですって書いてあるけど、え、アドリブ得意じゃないっすよ。アイデンティティ自己主張型 69% めちゃめちゃ高い。ストレス耐性がある上に情緒が安定していて物おじしませんって書いてある。おお、これ多分みんなあれだよね、一緒なんでしょ項目が。多分エネルギーとか、エネルギーとかそういう感じで、僕は建築家 INT
TJ の T です。建築家は独創的、戦略的に物事を考える上にどんなことについても計画がある人たちです。内向型 89% すごいじゃん、やばすごで、僕も直感型でしたわ、うん、結構言ってるね、うん、70気質は、まあ、若干 54% 思考型、うん、計画型の 70% です。アイデンティティは激動型 72%、 完璧主義の上に成功願望があり、自己研鑽の精力的な傾向があります。はあ、自分で読め横入りしていいですか、はい、僕も一緒なんですよ、うん、同じ建築家、うん、ほぼ一緒なんですよ。けどさ、全然内向型、そう、内向ぐらいなんだよね。内向がすんごいダーンってなってる、またそうは、うん、あ、ほんとだ、え、他がほとんど一緒なんですよ。すごい、一緒や、ほんとだ、最悪だな、最悪だな最悪だな。幹部かっこいい、ESTJA 型。僕も幹部なんですよ、実は。幹部か、いや、ちょっと違うっすね、かなり、まあ、まとめ役として非常に優れていて、人や物事を管理するのが飛び抜けて上手である。あ、まとめられ役っすよね。いや、意外と場をまとめてるんじゃない、はい、あ、ねえ、こういうことで、あ、ねえ俺やばいのがアイデンティティ、自己主張型 100% です。やばい、目標達成に向かって努力している際には心配すぎることなく自信を持っている傾向があります。お、自分に自信があって進めるってことですね。リーダーとかそういう上のなんかこうあるってことですよね。中心というか建築家、孤独でもあるって書いてある孤独でもあるそんなことないっすよね。孤独でもある、確かに大好きで、私孤独だな、まあ一人で食べる人と車で食べる人論理学者でした。 INTPA 論理学者は想像力に富む発明家で無限の知識欲があります、うん、まあ、知識欲で生きてるみたいなとこは、でもなんか平均的やな、確かに、確かに真ん中寄りですね、うん、なんか真ん中寄りのやつがなりやすいやつなんですかね。アイデンティティがめっちゃ真ん中、うん、意外と俺自己主張もするけど流されもするからな、うんうん、それで何度かね、化石と言いながら生き残ってるのかもしれません、うん、はいはい、絶対昔長い動画撮らねえと思ってたのに、今2、30分の動画出し続けてる4分が最強っつってたんで、そう、今は4分が最強じゃないと僕と大地くんとその田内はじめさんとの相性は星3、星5中、おお、まあ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 って感じ。どうやって見たの、なんか別サイトに相性みたいな。あー、なるほど。幹部は、幹部何、その ESTJA 星さんだおお。なんでもう、まあ、みんなまあまあとかね、言えない関係だ俺らとこっち、あ、そうですね、確かに、ね、だけここは星2、うん、あ、そんな良くない、合ってないっすよ。というわけで皆さんどうでしたか、やってみて。これね、結構合ってるんじゃないかなっていう、うん、確かに納得思ったより、まあ、一緒だもんな、そこだけになっとるじゃないかなんでね、まあでもね、なんかうまい感じで222になったんで、うん、今度ね、なんかやるときとか、確かにもうちゃんとこれ、もう正確で、もう2人ペアになります。おー、確かにね、玉転がししたいな玉転がし、玉転がしすんの、うん、正確です確かにね、戦略的出るかもしれないけど、確かに転がすね、うん、あとね、めんこもしたい。あー、めんこ深いからね、あれ、玉転がしよりめんこの方がちょっと性格出そう。確かに。またぞは何がしたいの？俺は、みんなで、その3チームか。かけっこ。リレー。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ね、やろうね。やろうね。ね、やろうね。よし。よし終わりチームだからな助けてくれよ